listening to Shibuya Cross FM. It's Sunny の Shibuya Talking スタート。皆さんこんにちは。It's Sunny の Shibuya Talking 始まりました。この番組は毎月第2第4金曜日の17時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りいたします。私たちイッツサニーの渋谷的女子トークや近い将来バズること間違いなしの個性派そしてユニークで旬なゲストを毎回お迎えしてトレンド情報を発信していきます。改めましてご視聴いただいている皆さんこんばんはかな、こんばんは、こんばんは、こんばんは現地に来てくださってる皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。はい、番組最初は私たちイッツサニーだけで番組を進行させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では改めて私たちの自己紹介なんですけれども、イッツサニーは元 SKE48 大山さながプロデュースする王道アイドルグループです。本日は私石成若菜が進行させていただきます。よろしくお願いします。ではあちゃんも自己紹介お願いします。暗い時には明かりをつけましょう。みんなの元気スイッチもこっち北村あかりです。よろしくお願いします。お願いします。チャンズ初だね。チャンズね、イエーイなんかリラックスしてできるわわと、だってすごい、ねね、緊張しないとか言って ね今日ね、本番前全然緊張してなかったえ、ここにいるのも初めてだっけ？一緒にいるのも。ここ一緒に初めてじゃない？だよね。別のラジオは一回やったけど、うんうん、ここはなんかさ、つい最近二人になったじゃん。うんうんうん、で前まで4人とか言ったけど、うんうんうん、それでもさ、一緒のことなかったよね。うんうん、ね。やっただねー。これなかったら今ハグしてる今。はい、では最初の番組の最初は私たちの近況についてお話ししようと思います。はい。そうですね、最近といえば、うん、名古屋遠征にね、私たちつい1週間も経ってないよね、うん、まだ帰ってきたばっかだね。そうだよね、うん、まだ名古屋気分、うんうんうん、まだまだはい、名古屋遠征に行ってきたんですけれども、うん、どうだった名古屋、楽しかった？めっちゃ楽しかったね。なんか今回、わわと3回行ったうちで初めてかな、なんか、うん、一緒にいる時間めっちゃ長かったよね。そうだ ねホテルとかで ねホテルね、うん、ホテル、そうホテルで思い出すと、うん、ホテルやばかったよねやばかったよねやばかったですよねやばかったっていうとみんな勘違い、なんか何ってなるからなんか、うん、なんかお化けが怖くて、で配信終わった後、発端はそこか、そう、そこからで、でなんかわわの部屋行っていいって聞いたら、うん、なんかミーポの部屋行くっていうから、うんうん、その流れでみんなで行ったんだよね。そうそう、そ私とあちゃんとあとメンバーのリリサとミーポン、うんうんうん、したら、ね、最終的に4人で寝たんだよね。そうあれでもシングルではないよね、セミダブルみたいな、うん、ちょっと大きめの、でも2人にしては、うん、ちょっと、まあ、狭い、うんまあ、2人でちょうどいいかなぐらいのベッドに4人で、4人で、こんなんだね急遽ね、今までなかったよね。なかったね。おとなしく一人でね、うん、寝てたんですけど、そうそう、今回初めて4人でも4人で寝れた、ねうんうん、秘訣があるってね。あ、そうですね、なんか縦じゃ普通の向きじゃ寝れない、うん、あ、横になろうってね、横でこう寝たんだよね横にね、横にこうやって枕持ってる、みんな自分の部屋から枕で持参して布団の取り合いで、私端っこだったから、うん、もう寒くて、うんうん、取り合いしてた取り合いしてた私4人のこの真ん中だったから、うらやましい、あったかかった、ずっとベスポジ、いいよ、めっちゃいいねえ、お菓子食べてね。あ、そう、お菓子ね、お菓子も食べて、ね、なんかみんなでくっちゃべってたんだけど、うんうん、なんかお札スナックをお札スナックってあるじゃないですか、うん、お札スナックをね、うん、食べたんだけど、ね、うん、紫色 そのお札の芋したやつと、うんうんうん、なんか普通の味のスナックみたいなのがあって、うん、黄色っぽい、そしたらミーポンがこぼしちゃったんだよ ね全部、うん、ほぼ全部こぼしたよね、ほぼ全部こぼしたそしたらなんか落ち葉みたいとかそう、私あちゃんか、いや、なんか秋感じる、秋感じる、え、その写真さ、後で載っけよ、ちょっとスリッパも写ってるけど、そうそう最
最悪。そう、お札スナックをちょっとね、あの床に落としちゃって、ね、ちょっと、うん、ちょっと食べたよね。え、そう、ミッポンがさ、いい、私が食べるとか言ってさなんかそう回収したんだよね。そう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 、そこは安心してください。無駄には食べ物は無駄にはしてない。無駄にはしません楽しかったね、また行きたいね、うん、ね、また行きたいね、うん、なんか今までとは違ったこんなね、楽しみ方も今までそんな集合しなかったからさ、うんうんうん、だから今回 ね集合しすぎた ね、 しすぎたね、最後の夜 ね全然寝なかったもんね。寝なかった、ね、楽しかった ね、まあ、また機会があったら、うん、名古屋 ね、まあ、名古屋と言わずまた違う県とかにも行ってみたいよ ね、 そうだね、行ってみたいかも、うん、ね、 ね、じゃあこの後ね、ちょっとコーナーがなんかそんな感じのコーナーなんで、うん、ちょうどいい。じゃあ次のコーナーに行きたいと思います、はい、次のコーナーはね、新コーナーになります。最初のコーナーは新コーナーです。サニーのこんなとこ行ってみたい、イエーイ。はい、ここからは私たちイッツサニーの独断で今私たちが行ってみたいところについてお話ししていきたいと思います、先日までサニーは名古屋遠征をしてきましたので、うん、名古屋以外の話をしたいと思います、うん、はい、ということでじゃあ、あちゃんから、あちゃんから行ってみたいところどっかある、はい、そうですね、行ってみたいところはやっぱ秋なので、うんうん、なんか紅葉、うん、が見たいので、うん、箱根とか、あーいい ね箱根、うん、綺麗そう、ね、紅葉を見て紅葉、うん、食べ歩きとか、いいねいい ね箱根の食べ歩きって何があるの、私どことないよ、なんだろう、普通に食べ歩き何串みたいな、あ、そうそうそう、団子とか、あ、いいねいいねいいね、うん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 、なんか美味しいもの、うんうんうん、なんかソフトクリームとか、あ、なんかどこにでもあるんですけど、なんか箱根で見た記憶があるのが、なんか蜂蜜ソフト、へー、なんか鎌倉とかでも見たことあるんですけど、うんうん、なんか食べたいなって思ったまま帰ってきちゃった、うんうん、食べずに、そう、めっちゃ小学生とかの話なんですけど、うんうんうん、なんか最後行った時そんなに食べ歩きできなかったんで、うんうんうん、あと黒卵とか、あー有名だよね、うーん、なんか寿命伸びますみたいな、え、寿命伸びる、伸びるみたいな、なかったっけ、なんかそうそうそう、そうだ、なんか多分そうだったあの、うん、黒いやつ、そう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 、なんか黒いこんぐらいの、なんかそうそうそう、うん、卵の大きさ変わんないでしょこんぐらいのじゃあ卵食べ歩きってなんだ、なんかよくなんか友達とかがなんか行ってきたみたいな写真では見るんだけど、うんうん、なんかいまいち卵食べ歩きとはみたいな、あ、確かに思ってて、そう、でもそっか、あんま想像つかなかったんだけど、確かに、でもなんか食べね、まあ有名だから食べときたいよね、うん、箱根を感じれそうだもんね、そうだね、うん、うん、確かにそうかも、わわわ、私なんかいっぱいあるんだけど、うん、今一番って言われたら、うん、あの仙台かな、仙台、うん、なんか牛タン大好きで、あ、いいね、牛タン食べてみたい、やっぱ行ったことない、食、なんかさ、今まではなんかこういうところに行ってみたい、なんかなんだろうな、うん、基準がなんか海に行きたいとか、なんかこれを見たいとかだったんだけど、なんか食べ物大好きじゃん、めっちゃわかる、なんか食のためにここ行きたい、あそこ行きたいみたいになって、今めっちゃ牛タンがなんか食べたくて、仙台ってなんか観光できるとことかあるのかわかんないけど、うん、何も知らないんだけど、うんうん、牛タン以外何も知らないんだけど、確かに牛タンのイメージ、牛タンが食べられればもう何でもいいやみたいな、うんうん、確かにそうだね、牛タン食べよ う、 う、牛タン、うんうん、あの利休とかしか行ったことないから、利休、え、わかんない、あのあるチェーン店、東京にある、そう、どこにでもあるとか言っちゃって東京とか埼玉とかにいっぱいあるチェーン店しか行ったことないから、うん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 、ちょっと本場の、あ、分厚い、うわ、こんなん食べてみた、美味しそう、めっちゃいいね、食べたいわそれは、好き、牛タン、牛タンあんま食べたことないんだけど、うんうん、でもお肉好きだから、うん、お肉食べたい、え、すごい、なんか、うんうん、本当に分厚いらしくて、うん、あ、なんか私顎弱いのね、あ、分かる、私もそうかも噛み切れるかだけ心配なんだけど、ガムみたいにいっぱい切ろう、いっぱい、あ、そうだね、そう、もうサイコロステーキみたいな、めっちゃ切る、私ちょきちょきちょき、それでいこう、確かに、そしたら食べれる、うん、そうだね、うんうんうん、いけるかも、うん、絶対焼肉ハサミ必須、私顎弱い、ま、前ハサミ持ってく出してくれなかったら、くれないかもしれないじゃん、前ハサミ、前ハサミ持ってこっかな、うん、確かに、牛タン用のなんか向いてない、もはや
向いてない向いてない。いや絶対行くから、いつ行く、うん、待ってて、ま、待っててよ、これに言ってはい、ということで私たちのこんなところ行ってみたいでした。はい、では本日の1曲目をお送りしたいと思います。曲はイッツサニーで、せーの、シュワシュワラブリー。シュワ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 のは、イッツサニーでシュワシュワラブリーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは、教えて新庄さん、イエーイ。はい、このコーナーは認定支援機関新庄行政書士事務所
新庄博さんにお越しいただきました。新庄さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは新庄さん、改めて自己紹介の方をお願いします。はい、承知いたしました。埼玉県の川越市でですね、認定支援機関行政書士として、補助金のサポートしております新庄と申します。よろしくお願いします。お願いします。私、埼玉出身なんですよ。あ、そうなんです。はい、どちらですか、ちなみに。ビビッときちゃいました、はあ、埼玉、川越でございます。あ、はい、嬉しいです。はい、はい、ではちょっとお仕事のことについて詳しくお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、まず行政書士ということで、はい、普段どのようなお仕事をなされていますか。はい、私の専門は補助金の手続きになります。うん、はい、補助金、ワクチンとか近からず遠いですね。まあ、遠いですけど。あ、遠いですか。はい、何の補助金っていうのは、はい、例えば、石成さんとかが、まあ、ファンとかがですね、例えば唐揚げとかって好きですか。あ、好きです。あ、好きですか。例えば石成さんとか北村さんとかが、はい、アイドルイッツサニー唐揚げのお店をやりたいってなった場合に、その唐揚げ屋さんを作るために設備とかお金かかると思うんですね。はい、その設備のお金っていうのを国が持ってくれたりするんですよ。それを補助金っていうんですけど、その手続きのサポートとかをしてます。はい、イッツサニーもなんか関わりがちょっとあるみたいなお聞きしたんですけど、イッツサニーさんも例えば、まあ、コロナの影響でその、はい、例えばライブとかがしづらいみたいな状況になった時とかに、うん、そういうのを補填してくれる国の制度だったりとか、まあ、いろんな種類の補助金っていうのがあります。なるほど、知らなかった。ね、なんか身近で具体的 なんか例とかあったりしますか。企業さん向けのどうしても手続き、企業さんが何か事業ビジネスをやるときに何かこう設備に投資したりとか、そういったことに対する手続きなので、はい、なかなかこう一般向けっていうのでは語りにくいんですが、あ、それこそじゃあワクチンとかは、そうです、 B2C になるので。そうなんですよね。なるほど。なのでもうまさに皆さんが唐揚げ屋さんをやるとか、皆さんがケーキ屋さんをやりますっていうときに、なんか皆さんがお金やっぱ必要ですよね。それを国からもらうみたいな、そういうようなお話になってきます。支援してくださる。そう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 。なるほど。なんか社長と関わりがあるんですかね。おっしゃる通り、一さんにも富谷社長とですね。はい。そうなんですね。声にしていただいて長くお世話になっておりまして、はい、はい、ね、補助金のご相談とかもたまにしていただけてっていう、はい、そんな関係でございます。はい。今日はありがとうございます。あ、いいえ、とんでもないです。行政書士なんかさ、うんうん、私たちあんまり、ね、身近に行政書士ってあまり聞き慣れない言葉 で、ね、弁護士さんとかって多分イメージ湧きやすいですよね、おそらく。で、行政書士っていうのはもうやれることがもうかなり広い分野あって、契約書が得意な方がいたりとか、はい、あとはその、まあ、皆さんは無縁でしょうけど、例えば離婚する際の離婚協議書とかを書く人がいたりとか、で、僕みたいに補助金が得意な人がいたりとか、なんかもういろいろいる感じですね。はい、なのでこう一つのこの分野頑張っていくっていう行政書士さんが多いイメージです。はい、国家資格ってお聞きしたんですけど、はい、あ、おっしゃる通り、国家資格は同じ国家資格を取って、はい、そこから得意な分野に分かれていく感じですか。その通りなんですよ。そうなんだ。例えば北村さんが行政書士っていうのを勉強して資格取ったとした場合、資格取った後に北村さんは興味ある分野をもう一回改めて勉強し直して、で、自分でサービスの値段とかも決めて、で、皆さんにこうサービスを提供していくっていうような感じの方が多いですね、行政書士は。はい、そんなイメージです。なんか合格率もね、めっちゃさっき 10% ぐらいみたいな。そうですね、一応結構ガッチガチに勉強して3年間はかかるとは言われてるものですね。難しそう。すごい。そうなんです。結構だから僕は1日13時間ぐらい勉強を、結構もう 8年ぐらいはしてましたね。そうそう、してました、してました。もうそれは大変でした。はい、続け
られるなんかあるんですか、なんかランクみたいな。ランク、え、なんか、はい、え、行政書士になるのにやっぱりその1日13時間を8年間ぐらい続けないとやっぱ取れないぐらい難しい資格なんですね。普通の方は3年間ぐらいで大丈夫なんですけど、僕があの自分で思ってた以上にあのぶっちぎりで頭が悪くて 10年ぐらい、はい、8年から10年ぐらいかかりました。そうなんですね。すごい、なんか誇れますね。なんかもう、あ、そうですね、あの本当夜の、10時ぐらいまで勉強して、で1時ぐらいに起きて、夜中の1時ですね、起きてでまた勉強っていうのが結構、はい、辛い時期ありましたね。すごい、諦めちゃう、私だったら、ね、諦めちゃうね、すごい、へこたれちゃうよ ね、大変でしたね。え、なんかこの事務所の名前に新庄ってついているじゃないですか、はい、はいはい、え、なんかもうお偉いさんってことですよね、きっと。あ、お偉い、あの、先生、あの、僕がやってる事務所なので、新庄行政書士事務所ってだけです。あ、すごい、はい、かっこよくない、ね、立てたんですか、会社とか事務所ってことですか。引き継いだとかじゃなくて、あ、ではなくて僕が立ち上げた事務所っていう初代ところですよね。今あのスタッフさんも3名とかいて、うん、すごい、で一応なんかあの、まあ、代表代表みたいなことは言ってくれて、まあ、最近ようやく、あ、なんか新庄行政書士事務所やってるんだ俺みたいな実感が湧いてきてます。やっぱ努力は実るよね。報われる、報われる、本当にすぎる。じゃあもうちょっとお仕事の内容についてお聞きしていきたいと思うんですけど、はい、そのお仕事されている上で何か気をつけていることとか何かあったりしますか。例えばあの、まあ、そうですね、やっぱ補助金をやるべきじゃないって堂々と言えることですかね。そうなってくると僕 の、 あのお仕事にはならないんですけど、それをちゃんと堂々と言えるっていうことは意識してます。例えばあのお二人がケーキ屋さん二人でやるってなった場合に、まあ、お二人だったら絶対成功すると思うので、あの補助金の手続きとかもサポートしてあげたい感じなんですけど、事業者様によってはやっぱ補助金っていうお金があるっていうのがやっぱありきで事業をスタートしちゃうと結構事業計画が甘くなっちゃったりとかするんですね。その時に補助金活用してでもその事業はあのちょっと事業計画甘いからもっと練るか、それかもうやめるべきだと思うと、僕の仕事にならなくてもいいからそれはやめるべきだと思うってちゃんとこう言えるっていうことは僕自身もなんかあの誇ってる部分だったりとかします。確かに大金が動きますもんね。結局その事業者さんの事業がうまくいかないとあの意味ないって考えなので、それってかいつかは返すみたいな。そう、あの補助金の場合は返さ、一部返さなきゃいけない場合もあるんですけど、はい、基本返さなくてもいいんです、補助金は。あ、そうなんですね、はい、なんですけども、あの結局事業なのでやっぱ何年間もやっていくわけじゃないですか。で補助金もらえた年とか良かったとしてもその後ですよね、毎年続くビジネスがあの赤字とかになっちゃったらその事業者のためにならないので、そういったことはちゃんと堂々と言えるように意識してます。説得するみたいな感じですか。もうあの説得まではしないんですけどなんか、まあ、ちゃんとお伝えするっていう感じですね。あの割とこう自分の仕事を保守さんに、まあ、とりあえず補助金手続きしちゃえばお金もらえるしみたいな感じでやっちゃう方ももしかしたら同業の中で中にはいるかもしれないんですけど、あのちゃんとそれはお伝えするっていうところは、あの仕事上意識してるところですね、はい。じゃあ守秘義務とかもちょっとあると思うんですけど、はい、お仕事上の何かエピソードだったり、はい、あとはそうです、印象に残っていた大きなお仕事とかって今まであったりしますか。 ありがとうございます。そうですね、あの建設業 の、 あのお客様がもう結構あのでっかい、まあ、2000万とかの投資 の、 あの補助金で、まあ、1500万ぐらい返ってくるような手続きをさせていただいた時にですね、やっぱその方 の、 その補助金の手続きの後の事業っていうのが、まあ、うまくいく兆しが見えて、でその中核に携われたってことで、もうその人からね 7組ぐらい別のお客様とか紹介していただけて、7億円、あの7組の7社ですね、その人のつながりのいろんな会社様を紹介していただけて、なんかその既存のお客様がいろんな人を紹介してくれるっていうのはすごい気持ちがいいですよね。はい、満足、そうですね、めちゃめちゃそれがやっぱりあの嬉しいですね、はい、なるほど、ありがとうございます。とまだまだお聞きして
したいことがあるんですけれども、お時間が来てしまいましたので、最後に告知などあればお願いします。はい、補助金の手続きですね、何か新しいことにチャレンジしたい飲食店の方とか、もしおりましたら、ウェブで新庄行政書士事務所って検索していただいて、私にご連絡いただけますと、補助金の情報共有から手続きのサポートいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日のお客様は認定支援機関新庄行政書士事務所の新庄博さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではここで1曲お送りいたします。曲は It's Sunny で、グリーンモンスター。サニーでグリーンモンスターでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは夕焼け生ゲスト。イエーイ。はい、こちらのコーナーは今をときめく旬なゲストを毎回お迎えして、ここ渋谷から情報発信をしていくコーナーです。今回のゲストは、デビューされたばかりのアイドルグループラビットビットさんからアリス楓さん、カシナノノンさん、白露レナさん、桃江アリサさんにお越しいただきました。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
イントネーション合ってましたか？はい。でさ、アリスさんじゃないってさっきさ。アリスさん？アリスで合ってます。あ、よかった。ちょっと紛らしいこと言わないで。はい、では簡単に4人から自己紹介をお願いいたします。はい、赤色担当のかえちゃんことアリスカエデです。埼玉県出身の19歳、大学2年生です。と、私が好きな食べ物はカヌレで、すごいいろんなお店のカヌレを巡ることが好きなので、はい、よくいろんなお店のを食べ比べてます。最近は初めてアフタヌーンティーに行って、そこにもカヌレがあってとても美味しかったです。よろしくお願いします。お願いします。はい、オレンジ色担当のんたんことかしなののんです。香川県出身、最年長のリーダーをやっております。うん、私の好きな食べ物が豆腐なんですけど、もう毎日冷蔵庫に豆腐をストックしていて、やっこだったり湯豆腐だったり麻婆豆腐だったり、いろいろお料理してます。あ、でも鍋は木綿豆腐派で、基本キム派です。こだわりがあるんですね。よろしくお願いします。お願いします。白色担当れなちこと白つゆれなです。神奈川県出身の最年少19歳、現役大学生です。最近の趣味は、特典会の時にチェキを取った時に出てきたチェキをチェキの機械から引き抜くことが好きです。チェキの機械から引き抜くのが、これを持って出てきた時期を、出てくるのを待つのが好きです。トクトク。はい、あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、鹿児島から生まれた桃の妖精、ピンクタンとアリリンこと桃江アリサです。私が最近ハマっていることは、コンビニスイーツレポをすることです。特にセブンの生チョコアイスがめちゃくちゃ美味しいので、知ってますか？昨日食べました。そう、美味しいですよ ね、 すよね。本当におすすめです。他にもツイッターにいろいろ載せてるので、ぜひツイッター見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、もう個性でしかないね。まず妖精さんだけ、そうなんです、ちゃんと妖精さんの、そうなんです、ね、洋服が、ほぼ毎日ね、ピンクの全身ピンクで、そうなんですか。私服が、私服です。かわいい、ありがとうございます。サニーにもゆきちゃんとか、ね、確かにかわいいから、メイドさんみたいな、応援したいです。絶対波長が合うと思います、ね、よかったね。よかった。対バンとかでご一緒したら ね、 ま、 ねまたなんか、ね、写真とか一緒に撮ってほしい。確かに可愛いよね、絶対。ちょっとまずはね、グループさんのことについてお聞きして、後でお時間があったらメンバーの皆さんにちょっとね、いろいろお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんは9月の17日にデビューしたばかりとお聞きしたんですけれども、ラビットビットさんというグループ名の由来をお伺いしてもよろしいですか？はい、ラビットビットはウサギと、ラビットがウサギで、ビビットが明るく元気なっていう意味なんですけど、その2つを組み合わせて、ダットのごとく駆け上がり、明るく元気に活動していこうという意味が込められて、ラビットビットというグループ名に決まりました。かわいい、かわいらしい、ね、ね、ウサギ、ウサギ、いい、ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターにメンバーが6人いたんですけれども、ライブは5人で行いますっていうのを書いてあって、ちょっとこれなぜかっていうのを私勝手に仮説立てたんですけど、ちょっと聞いてもらえますか？はい。なんかラビットビットさん、なんかラビットビットのウサギって書いてあったじゃないですか、はい、公式ツイッター、はいはい、で、6人目のメンバーはなんかウサギでみたいな、で、合ってそう。でもうさぎさんはライブにはちょっと出られないんで、メンバーは5人ですみたいかなって私勝手に思ったんですけど、え、合ってますか？じゃあ今から真相をお話しします。真相、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 ドキドキ。私たちのラビットビットのグループは、今日ここにいる4人の他にあと2人いて、黄色担当の星ヶ谷歩ちゃんと、黄緑担当の正木さやかちゃんっていう子が2人いるんですけど、その6人で活動していて、結成当初は5人で活動する予定だったんですけど、私がちょっと
保育学生をしていて、実習期間だったり、うん、ちょっと授業の関係上お休みをいただくことがありまして、その一応センターを務めさせていただいているので、ステージ上で穴を開けないためにも6人で今活動をしています。その他にもそれぞれがみんな各自自分のポジション以外にも別のポジションを覚えていて、不足の事態にも対応できるようにレッスンとかをしています。なるほど、全然違った予想もできなかったねでも反応見てめっちゃ合ってそうって思ったんだけど全然違ったなるほど。あ、活動休止とかではなく、そのメンバーの一員ではあるけれど、まあ、ライブはちょっとお休みいただいてるみたいな感じですかね。そうですね、ライブによって出るメンバーが変わったりする感じがあって、あ、毎回5人で6人のうちのどの5人が出るかは毎回違うみたいな。そうですね、大体、まあ、そんな感じ。はい、そんな感じです6人では出ないんですか？6人で出たりとかは、曲によってみたいな。一日のうちにこの曲はこの子が出てとかで、一日に6人が出る日もあります。え、そうなんだ。生誕祭とか、あ、そういうのは6人で、特別な時は全員集合しちゃうよみたいな。え、はい、すごい、ね、なるほど。ちょっとじゃあうさぎさんじゃなかった？そうなんですよ、ね、でもそれも素敵な、あ、本当ですか？ぜひ使ってください使います。7人目7人目出てきちゃうありがとうございます、デビューからまだ1ヶ月も経ってないってことですよね。はい、なんですけど、すごく活発にライブ出演をされていて、もう7回ぐらいライブ出演されているってお聞きしたんですけど、すごい、ライブ どんなか楽しいって普段のライブ活動はどんな感じで活動してされてますか？はい、普段はまだデビューしたばっかりなので、うん、今はいろんなライブ会場さんでたくさんライブをしています。その中でも渋谷近未来会館さんや、はい、上野と横丁さんで多くステージに立ってます。なんかライブ終わった後に特典会あるんですけど、その特典会のラストで不定期の開催でじゃんけん大会してるんですよ。楽しそう。それ勝つと何かあるんですか？最後まで勝ち残ると、チェキが通所で取れるんですよ。なるほど、楽しい、嬉しいね、ファンの方、ね、参加したい。でもそれがアイドル、ファン関係なくみんなでじゃんけんして勝ち残った2人が取るんですよ。あ、だからそうなんだ。ファンの方同士もあるってこと？あります。1回あったよね、過去にも。誰がもらうんですか、そのチェキは？私がもらいました。そうだったんだ。飾ってます、ね、飾って、ファンの方のチェキをののさんが家に持って帰って、家に持って帰って飾ってます。あー、すごい面白そうね。参加したい、ね、参加したいね。参加したい。ぜひぜひ。対バンかぶったらじゃあじゃんけん、じゃんけん、はい、呼んでくださいぜひ一緒にやりましょう。一緒に。なんかアルバム、なんかアルバムがあるんですか？アルバム、なんか今カンペでアルバムって、うん、え、何？え、関係ない？関係ないかな？関係なかったかもしれないです、ごめんなさい。なんか謝ってるスタッフさんごめんなさい、関係なかったみたいなので次に行きたいと思います、うん、ね、ライブされてるってことで曲、なんか曲何曲かあると思うんですけど、はい、どういう感じの曲調のが多いんですかね？とラビットビットはやっぱり明るく元気に活動していくって感じなので、うん、結構テンポ感のある、あ、すべてオリジナルの曲になってるんですけど、今3曲あって、それすべてあのノリよくお客さんと一緒に踊れるような、うん、すごくノリのいい曲調です、はい、一緒にじゃあ振りコピとかできるみたいな。そうですね、楽しそう、楽しそう。手上げてとか言ってですか？煽りが結構多いイメージ。楽しそう。私たちあんまりさ、ないんだよね、そうね、実は。あ、そうなんですね。そう、落ち着き系なので、うん、憧れてるよね、ね、そういう、みんなと一緒にできるみたいな。え、ね、そうだよね、なんかいつかどっかのライブで曲交換とかしてみたくない？してみたいですよね。やりたい。
楽しみ絶対でもいつか多分被りますよね、いつか絶対被りたいです。まだ1ヶ月だから早、はいですけど頑張ります。ありがとうございます。じゃあ、あ、もうお時間ですね、うん、それではここでもう一曲、私たちのイッツサニーの曲をお送りしたいと思います。それではお聴きください。曲はせーの、ファンタスティックラバー。いただいたのは It's Sunny で Fantastic Lover でした。ラビットビットの皆さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではここで渋谷トーキング宛にお便りが届いておりますので読み上げたいと思います。ラジオネーム小玉さんからですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。若菜ちゃん、あかりちゃん、こんにちは。先日の名古屋遠征お疲れ様でした。どの会場でも盛り上がり、みんなが見せてくれた笑顔が今も忘れられません。そして22日には
イッツサニーの1周年記念ライブが行われますね。1年間の成長をステージ上でどう表現してくれるか、今からとても楽しみです。そこで質問なのですが、マネージャーさんからセトリを組んだら時間余ったから2人で10分間好きなことやっていいよと言われたら何か挑戦してみたいことはありますか？今後の活動にも期待していますということで、ありがとうございます。お便りということでね、まあ、私たちもだしラビットビットさんにもですね、お聞きしていきたいと思うんですけど、じゃまず私たちは、どうしようかね。え、でも結構、めっちゃ前だよね。もう前々から、なんか若菜ちゃんとユニットをしたいんですってさ、言ってるんだよね。しかも言ってるんじゃなくて、実際に超トップの社長さんに直々にね、そう、2人でなんかブツブツ言ってるんじゃなくて、やっぱ若菜ちゃんとやりたいんですって、ね、言ったんだよね。そう、まだ叶えられてないけど。そうそう、叶えられてないんですけど、でもだからヒュー、そうだね、ユニットしたいね。10分間だってどうする？シュワ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 、なんかデュエットやりたいよね。デュエットやりたいね、なんか、なんだろう、そうだね、他のアイドルさんの曲とかさ、確かにカバーとかね、してみたいよね、なんか、したことないから、なんか憧れますよね、カバーとかに。憧れます。楽しそうだなって思いますよね。はい、憧れる。カバーして、あとはじゃあ私たちのラブラブを見せつけるタイム、そうだね、いつもの駅でやってるとかね。マイク渡しちゃったりして、ね、そうそうそうって感じですね。そうですね、はい、私たちはそんな感じです。じゃあラビットビットさんは何かライブで10分間あるって言われたら何しますか？はい、私たちはちょっとクイズ大会とかをしてみたいなって思ってて、楽しそう。まだデビューして日も浅いので、ファンの方も知らない一面が多分たくさんあると思うんですね、メンバーの、だからメンバーしか知らないメンバーのことをクイズに出してとか、いろんな企画をしながら、いいですね、ファンの方と一緒に楽しめたらいいかなと思います。いつか、ね、お互い実現できたら、そう、嬉しいですね。はい、ということでお便りありがとうございました。ということで、あっという間にエンディングのお時間が来てしまいましたが、ラビットビットさんから告知などありましたらお願いします。ライブが明日15日秋葉原 Z さんにて行われます。秋葉原 Z スーパーライブに14時から出演させていただきます。そして16日には日本回し午前が六本木ビッグハウスさんにて ILJ アネックスに12時から出演させていただきます。午後は上野音横丁さんにてアイドルブレイブときめきテンプテーションお披露目ライブに17時25分から出演させていただきます。そして来月11月6日には上野音横丁さんにて行われるアイドルブレイブボリューム10ナイトにて私桃江ありさの生誕祭が行われます。おめでとうございます。やっと楽しみ、20歳になりますので、ありがとう、記念すべき。そうなんです、ぜひ、はい、皆さんにお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では私たちからも告知をさせていただきます。はい、はい、10月22日は私たちイッツサニーレビュー1周年ワンマンライブを新宿アルタキースタジオさんにてさせていただきます。ぜひ皆様お越しください。はい、待ってま す。チケットもね、前方席はもう売り切れちゃったんですけど、通常席ならまだ残ってますので、はい、まだ全然ね間に合うので、皆さんぜひお越しください。はい、ということで本当はねもうちょっとメンバーさんのこととかお聞きしたかったんですけど、時間がなかったのでまたぜひ来てください。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の放送はこれまでとなります。皆さん今日は楽しんでいただけましたか？楽しかったよありがとうね、ちょっと寒くなってきたと思うのに、皆さんありがとうございます、ずっとお聞きいただいて。はい、次回の放送は10月28日金曜日17時からになります。次回の番組 MC ゲストなどについては番組公式ツイッターをご確認ください。皆さん次回も番組観覧ぜひ来てくださいね、待ってます。はい、では番組も最後となります。今日の生ゲストはラビットビットさんのアリス楓さん、カシナノノンさん、白津ゆれなさん、桃江ありささんにお越しいただきました。皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。では最後にあそこのカメラに向かってバイバイってしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。みんなで一緒に
せーの、バイバーイ。